最後のスペシャルゲストひろみさんをお迎えしてお送りしております。八王子のフェスに伊予さんもそうなんですよ。伊予も出たんですよ。ちょっとゆうちゃんと、はい、みゆちゃん、はい、みゆちゃんと森口博子、3人で、それもとこさんが作った歌があって、へー、そろそろ冬ですねっていうね。もうすぐ春ですねじゃなくて、いいなぁ。友達っぽい。友達っぽいの、うん。それもまたいい歌で。で、そういうのとかで、ママも来て歌って。ママはほら、怪我してたんで、去年の今頃。はいはい、そうですよね。それで、復活して、もう、動けるようになったので、うん、で、歌って、みんなで。そうなんさ。女房にその出演交渉みたいなのはどうすんの？出る？軽く？聞くこともなく、パパ私出るよっつって歌うよっていうから、そりゃそうだよねっつって、もうはいはい、よろしくお願いいたします。ああ盛り上がりますよね。それはもうなんかで、また市長が、ぜひ松本伊代さんに、出ていただけないでしょうかなんていうのね。市長の市長さんとこもオープニング挨拶来たりなんかして、はい、だって市の協力がないとやっぱりできないもんね。できないんですよ。ある意味、そうなんですよ、やっぱりいろいろな一番はね、そうなんですよ、うん、なのでまあそこの持ち物、その体育館みたいなところで僕らやったんですけど、その持ち物もやっぱ八王子市のやつなので、今さ映画でもね、飛んで埼玉とかになってくる、八王子はなんでその急にこう八王子会じゃないけど、いやーそれはね本当に分かんなくて、 たまたま八王子出身の子たちがいるので、ご飯食べませんかっていうので、まあそれで僕が言ったんですよ、したらまあ15、6に集まってご飯を食べて、はい、で集まって芸能人で、で集まってご飯食べたんですけど、でその時になんとなく八王子だったんで八王子会だねみたいなことを言いながら、そしたら八王子出身の人たちが役者さんも多くて、西島くんとか、上川隆也くんとか、もうみんな八王子なんですよ。これで わさわさってやったらもう3、40人今いるんですよ。すごい規模ですね。もうすごいんですよ。でみんななんか、まあ八王子会みたいなのがあるって、もう本当に年に何回か、八王子ってよくわかんないけど、東京都。東京都ですよ。え、おい。え、ちょ、マジで。マジで東京都。その質問は八王子の人に対しては最も失礼な質問。まあ一番こう八王子ってね、まあ八王子ってもう隣がもう神奈川だったり山梨だったりするので、まあ端は端なんですよ。なので、東京こう23区があって、東京とかっていうのがこうあるわけですよ。ね、三多摩地区っていうのがあって、府中とかね、あれも全部こうね、そこのね一番端が八王子なんですよ。でも八王子が一番大きいんですよ。なんつの広さも、なので、でもまあそれでもこんだけアーティストが出たりとかね、それこそユーミノの中央フリーウェイはだから八王子に帰る道すがりの歌ですよね。右に競馬場、左にビル工場っていうのは、そうなんですよ。なのでまあユーミンがいて、まあ北島さんがもうこの、もうね、キングとクイーンがこういるんですけど、でそれで僕らがなんとなくこう出始めて、で気づいてみたらすごいいっぱいいるというね。でも変な言い方だけど、こんだけ話題になると市長も嬉しいよね。いや経済効果すごいじゃないですか。経済効果って言うとなんかいやらしい。まあ八王子っていう、何が有名だったのそれまで。織物ですね。もう地味やな。お蚕さんとかもあったりとか。ああ、なるほど。そうなんですよ。だけど、もう本当にこう、僕らが八王子会なんつって、よくテレビでも取り上げられたりとかね、するので、八王子っていうのが、結構全国的に、そう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 。あ、八王子会とかありますもんね、とかって、ね、言われるようになったりなんかして。なんか地方の人なんか、東京行くんだったら、ついでに八王子も寄ってみようかなっていうぐらいの、観光地みたいになっちゃうね、イメージが。だからね。まあ僕はもう、ただ、八王子八王子って騒いでるだけで、別にほらよく観光大使とかね、よくやるじゃないですか、そういうんでもなんでもないんですよ俺。でも観光大使って名前だけで何もしてないやついっぱいおるもんね。まあそれあんま強めに言わないんですよ。いや誰って言ってないから。これで八王子会だけじゃなく、このフェスで広がりがあったのは、例えばフミヤさん参加されたじゃないですか、その時にコーラスを担当されたのが西城秀樹さんのね、ご長男の佐藤慎之介さんですよね。でそれはたまたまバンドのドラムの人がね、と
あの秀樹さんのドラムを叩いてた人と、うん、がいて、いたか、それで連れてきて、うん、じゃあちょっと出るっつってコーラスで、ユタが今私のバンドのと、あ本当ですか、うん、それで、うん、俺らが秀樹さんの結婚式にね、うん、のりちゃんと、うん、秀樹さんに「なやのりにひろみなんかやってよ」って言われて、あの2人でね、あの漫才をやったことあるんですよ。天野川セブンセブンっつってやったらね、飛天の間で結婚式やってる時に、はい、それあのダダ滑りに滑ったんですよ。さっきのラジオネームそれから来てたんですね。そうなんですよ。幻の天の川セブンセブン。それはね。でそれ以来ね、で奥様にもお会いしてなくて、うん、であのフェスの時にね、あのいらしてくれて、であの時は本当に申し訳ないっつって。じゃあそういうご縁もあって今回の木本慎之介さんの。そうなんですよ。そうなんですよ。なんかご縁があるんだね。かっこいい、あのいい男なんですよ。へ、うん、これからきっとなんか彼は活躍するという、ね、出てくるかもしれないですよ、本当に、ね、はい、名前は真でお願いしますというふうにご挨拶をされたというエピソードも聞いておりますが、はい、それではそんな盛り上がってる八王子の曲を、はい、アゴさんお届けしましょう、はい、ひろみさんはじめ八王子の仲間たちでお届けします、はい、八王子の歌。